去年の10月から国立国語研究所に所属しています松本です。今日はですね、このチュートリアルにお集まりいただきましてありがとうございました。結構遠くから来ておられる方もいるので恐縮しております。日本語複合動詞の意味論、コンストラクションとフレームという題で4時間、90分か4つですね、話をさせていただきますけれども、複合動詞については私の博士論文ですね、1992年に出した博士論文の中で一つの章を使って議論しました。その後ですね、影山先生の、非常に影響力のある論文本などが出て、非常にその後研究が盛んになっていったんですね。で、その中でいろいろと考えてきたことを、お話しするということになります。具体的にはですね、去年ではなく今年ですね、今年の、3月に、陳益定、先生、今三重大学の先生をしてますけれども、と一緒に、一冊本を出しました。でそれはもともとは陳先生の博士論文が下敷きになってるんですけれども、それをかなり、大幅に、2人で改訂しまして一冊の本にしました。その内容及び、そこでは、議論しきれなかったこと、を中心に話をするという形になります。でここで今回取り上げるのは合理的複合動詞と呼ばれるものですね。押し倒す、叩き落とす、押し殺す、叩き落とす、叩き落とすに2回出てきますね。打ち上げる、押し出す、吐き集める、投げ飛ばす、駆け上がる、流れ落ちる、降り積もるなどの複合動詞で、動詞が2つ組み合わさることによって1つの動詞を形成しています。で複合動詞には2種類あるということが言われていて、後でそれは触れますけれども、語彙的なものと統合的なものがあると言われています。でそのうちの語彙的なものです。これは後で区別ご存じない方は後で触れますけれども、この種類の複合動詞がかなりの数あるんですね。でその新松本2018では、3484の複合動詞を巻末にリストして、そして分類、そしてその特性の簡単な記述をしています。で複合動詞レキシコンというのがありまして、これはもう何年前になりますかね、影山先生のプロジェクトの中で作ったもので、これはウェブ上で公開されていますけど、それには2700がリストされています。でまずは皆さんに考えていただきたいのは、この数字が大きいのか小さいのかなんですね。で3000、2000、2、3000日本語に複合動詞が存在するのは数が多いのか少ないのか。で、ある意味では多いですよね。で、ある意味ではすごく少ないと思うんです。で、というのはなぜかっていうと、日本語の動詞、日本語に動詞がいくつあるか、岩波語彙体系を見ると、複合的ではないものですね。あるいは可能動詞とかを抜くと、2353の動詞があります。で、この動詞をランダムに組み合わせれば、2353×2352 の動詞ができるはずです。ところが、実際には2、3000しか実現していないんです。ということは、非常に少ないんですよ。ランダムに組み合わせれば500万以上の動詞ができる。それでも、実際に実現しているのは2、3000に過ぎない。ということは、非常に限られた組み合わせの複合動詞しか許されていないということなんです。で、今日ここで考えることの、一つのトピックは、どうして特性の組み合わせのみが実現しているのか。つまり、日本語で実現している複合動詞と実現していないものを振り分ける要因が何かということを考えたときに、かなりの数のものが、
不要とされなければならない。でそれをどうやってですね、どういうものが許されてどういうものが許されないのかを考えなきゃいけないということになるわけです。で実現しているものが非常に少ないということをつまりちょっと考えるためにちょっと、あ行で始まる動詞ですねを考えてみたいと思いますね。仰ぐ、煽る、明かす、あがなう、商う、開ける、あげるというような動詞があるわけですけども、でこの中の仰ぐを取り上げてみます。で仰ぐが何と服をするか、で相手は、数千あるわけですね。でやると仰ぎ煽るがダメ、仰ぎ明かすがダメ、仰ぎあがなうもダメ、仰ぎ商うもダメ、仰ぎ開けるもダメ、仰ぎあげるもダメ。でいいのは仰ぎ見るだけですね。で仰ぎ見るとしか服をしないです。あがなう、あきなうっていうのはどれとも服をしないですね。ということは非常に日本語の複合動詞は限られたものしか実現していないということです。でじゃあどういうものが実現するのかですね。で今までも仮説がいくつかありました。で例えば、自動詞と自動詞と自動詞、それから他動詞と他動詞の組み合わせが多いというようなことはよくかつてから言われてるんですね。で例えば、押し殺すとか叩き落とすとか打ち上げるというのは他動詞同士の組み合わせです。流れ落ちるとか前落ちるというのは自動詞同士の組み合わせです。でところがそれではうまくいかないっていうのが、分かっていて、まあ、他動詞と自動詞のように飲み歩くとか売り回るとかそういうものも可能なわけですね。で影山先生などは自動詞に2種類を認めて非対角動詞と非能角動詞をというふうに認めると。でここは非対角非能角がどういうものかっていうのは、議論しなければいけないんですけれども、一応ですね、一性のある動詞を非能角と考えていただければ、今日のこの講義に関してはそれで大きな問題はないですけども、その外交というものを持つというようなことを主張する理論があるんですけれども、そうするとその他動詞と非能角っていうのが一つのグループをなして、非対角動詞と呼ばれるものがもう一つのグループをなすと。でそのグループの中同士では複合が可能だけども、それをまたがってはできないというようなことを言っているんですね。つまり他動詞他動詞の組み合わせがいいし、非対角と非対角の組み合わせもいい。でその他に他動詞と非能角もいいけども、他動詞と非対角はダメなんだと。飲み歩くはいいけど切り落ちる叩き壊れるっていうのはダメだと。あるいは非能角と非対角、それからその逆の場合ですね、最初が非対角で後ろが非能角というのもダメだという、そういう主張をするんですね。でもこれでもこの条件だけでもやっぱり莫大な数の複合動詞の形成が許されて、十分条件にはほど遠いですね。実際には数千分の1しか実現してないわけですから、組み合わせので、さっきの言えば仰ぎ煽るとか仰ぎ明かすとか OK になるはずですけども、実現していません。それから制約として正しいかどうかにも、疑問もあるんですね。それは、同じ動詞が、他動詞非能角のグループとも非対角のグループの動詞とも結合する例っていうのはいくつかあって、例えば泣くという動詞は泣き明かす、泣き落とす、泣き叫ぶのような他動詞非能角とも複合しますけれども、泣き崩れる、泣き沈む、泣き濡れるのような非対角とも結合します。寝るも同じですね。寝過ごす、寝取る、寝違えるが OK ですけど、寝静まるや寝乱れも OK だと。あるいは狂うというのは踊り狂う、泣き狂うというのも OK ですし、先狂う、あれ狂うというのも OK だと。でこれどういう時に、じゃあこういうのがいいのかっていうのを考えなければいけないんですけれども、制約として正しいかどうかも疑問だということになります。で、
あの、主語一致の原則というのもあるんですね。で、これも、制約であるかのように議論されることがあります。先ほどその叩き壊れるというのが、ダメだというのは、意図されている意味では、まあ、おそらく叩いた結果、その叩いたものが壊れるという意味の複合動詞としてみんな議論してるんですね。まあ、そうだと思うんですけど、で、それがダメなのは、他動詞と機械格の組み合わせだからではなくて、叩くの主語と壊れるの主語が一致しないからであるという、まあ、そういう主張なんですけども、でもこれも過剰生成を許します。というより、すべての動詞は主語があるわけですから、主語が一致するというだけでは、どの動詞の結合も許すことになります。主語一致の原則というのは、組み合わせに関する制約ではなくて、その項の解釈に関する制約ですので、叩き壊れるは、叩くものと壊れるものの主語が一致しているという解釈で OK になる。この制約だけでは、そういう解釈で OK になるはずなんですね。ですから、これだけでは同じように、制約できないです。で、ただ、これを主張した岩本先生も、1998年の時点での、私も、まあ、もちろんそれだけではうまくいかないということはよく分かっていて、それに加えて意味的な制約を、考察しています。まあ、それは意味構造に関する一般的な制約ですけども、まあ、今日の話は、まあ、ある意味では、それをもう少し具体的にやるとどうなるかということですね。で、今回の、この講義での着眼点っていうのは、二つあります。じゃあどうやれば、実現している、動詞を同定できるのか。で、まず考えなくちゃいけないこととして、日本語の複合動詞という形式に特有の制約やパターンを考察する必要があるだろう。で、結構、いろいろな言語の複合動詞を比べると、許されるものに違いがあるんですね。で、中国語では、投げて上がる、投げると上がるが複合します。これは、ボールを、こちらに、投げ上げたっていう意味ですね。で、投げると上がるが複合して、それに来るも合わさってるんですけど、複合しています。ところが日本語では投げ上がると言えないですね。ボールを投げ上がったとも、ボールが投げ上がったとも言えない。で、そうすると日本語で許されるパターンと中国語で許されるパターンが違うんだ。で、それは複合動詞が許すパターンに違いがあるという側面があります。まあ、言語的な、制約ですね。で、その一方でその言語の背後にある 現実世界の知識を含めて意味制約を考察する必要があるということです。で、例えば叩き壊すがとか打ち壊すが良くて、思い壊すとか言い壊すとか撫で壊すとかがダメですね。さっき言ったようにダメなやつとかはるかに多いわけですけども、で、なぜ思い壊すや言い壊すや撫で壊すが言えないかといえば、考えることで僕たちは物を壊すことってできないですね。だから言うことでも壊せない。撫でて壊せるか、ちょっと壊せるかなという気もちょっとしますけど、やっぱりダメですね。ということは、どういう行為をしたらどういう変化を生じさせることができるかっていうことを、僕たちの中にその知識があって、で、それを考えなければいけない、そういう形で制約しなくちゃいけないケースもあるだろうということです。で、それはですね、結局意味というものをどこまで広いものとして考えるかという、問題とも関わるんですけれども、複合動詞の研究の中で、項構造や、LCS と呼ばれる意味構造を、考え
それを中心に研究を進めてきた人たちの中で、荒野構造というものを考えようという動きが、10年ぐらい前でしょうかね、から出てきています。それは、ステルホフスキーという人の、理論ですけれども、それは今まではその現実世界の知識だと言っていて意味論で扱ってこなかったものを、取り込んだ形で意味論をやろうという理論ですね。でそういうものを使って議論をするということが、出てきています。でここではフレーム意味論という理論を使うんですけれども、こういうことを考えざるを得ないだろうなと思うんですね。でそうすると、日本語の複合動詞で許されているパターンという側面と、私たちが持っているどういう出来事がこの世の中で起こりうるかということについての知識、その両方を考えないと、おそらく複合動詞の制約というのを考えられないだろうと思うんですね。で、その最初の部分を扱うのが、コンストラクション形態論ですね。日本語複合動詞という構造に特有の制約やパターンというものを、その構造の特性として記述するためにこの理論を用います。でその一方、その言語の背後にある現実世界の知識を含めた形での意味的制約を考える。でそれに関してはフレーム意味論という理論を使おうということです。でそれがここの日本語複合動詞、合理的複合動詞の意味と体系という本の中でやろうとしたことなんですね。でこのフレーム意味論とコンストラクション形態論を使うということはたまたまではないんです。というのはこの2つを使うのは、フレームコンストラクションのアプローチと呼ばれるものですね。フィルモアの、後年の著作ですね、1980年代ぐらいからですね、著作の中にコンストラクションとフレームという考え方が あるんですけれども、その2つを組み合わせた理論、というか非常に相性がいい、独立で考えることもできるんですけれども、一緒に考える人も多いんですね。ですからこの2つを用いるというのはたまたまではないということですね。コンストラクションの方は、文法あるいは形態論の理論です。フレームの方は、意味の理論ですけれども、コンストラクションとはどういうものかというと意味と形式のペアです。ただしその語のみならず文法構造や語構造も形式の意味のペアであるとみなします。これは後でもちろん詳しくやります。でそのコンストラクションの意味を記述するのが、意味フレームです。でその意味フレ、その中には、語の背後にある百科事典的な知識を、含んでいるもので、今回はまず前半ではですね、コンストラクション形態論というのはどういうものか、これあまり知らない、知ってる方は多くないのではないかと思うんですけども、それについて語った後、その理論の中で日本語の語彙的複合動詞がどういうふうに記述できるかということを最初の2時間で扱いたいと思います。で後半はですね、フレーム意味論とはどういうものかというものについて、ことについて、やった後ですね、そのフレーム意味論による日本語の語彙的複合動詞、どういう記述ができるかということをやりたいと思います。入ってなかったですね。なんか声を張り上げてしまった。という計画なんですけれども、そこまでよろしいでしょうか。
はい、一つ質問したいんですけど、先生、すごい初歩的なところなんですけど、はい、5枚目のスライドの組み合わせの制約のところで、はい、あの一番下 の, あの多動詞プラス自動詞 の, あのロミン歩くと周り回るっていうのがあるっていう話があったんですけど、はいはい、あの歩くっていうのはどうして自動詞なんですか？多動詞丸じゃないかと、その語覚を取りそうだなっていう気がして、そうですね、うん、別のものの方が良かったかもしれませんね、うん、で回るもなんか同じようなことが言えそうだなっていう気がして、あ、はい、うん、太郎が公園を回ったとかも言えますし、はいはい、まあ語覚を取れるっていうのは、まあ、動作詞的なあの、そういう意味では自動詞だとしてもなんか他動詞に似た性質を持ってるっていうことではあるんですけどね、あの外交内交ということを言う人たちは、あの歩くは外交を取る非能覚だから法覚を取る余地があるというようなことを考えると思うんですけどね、でもあのですから、まあ、そういう意味ではあの、はい、あの純粋な自動、まあそうですね、他のものでも良かったかもしれないですね。はい、例としては。なるほど、ありがとうございます。例えば、あの、ね、寝静まるでも良かった。あ、寝静まるは違いますね。なんだ、うん。そうすると、あんまりいい例はないですかね。待ちくたびれるとか、待ちくたびれるとか、そういうのがいいかもしれないですね。意図性がなくて、まあ、ここでは単に、あの、多動詞か自動詞かだけの組み合わせですから、あ、まあ、いくつか、多動詞と自動詞の組み合わせのものはあると思いますけど、他はどこでしょう。はい、あの2枚目のスライドのところで、いや本当にしょうがないんですが、2353×2352 というのは、はい、同じ動詞は連続して複合動詞にならないという前提が、はい、満ち満ちるとか巡り巡るとか言うんですよね。そうですね。じゃあ、2353×2353 と考えてもいいと思います。満ち満ちる。満ち満ちるって複合動詞ですかね。巡り巡るとか回り回るは、ああ、そうですね、そうですね、はい、なるほど、あ、はい、そういう例もありますね、はい、じゃあ今度からそういうふうに言うことです。他どうでしょうか。あのどれぐらいのことを前提にして話をしていいかというとこちょっとつかみきれてないところもあるんですけども、ちょっとお伺いしますけど、語彙的複合動詞と語彙的複合動詞の違いということを聞いたことがないという方どれぐらいいますか。いや、いいんですよ、なくても。はい、あ、なるほど。他の方はどこかで聞いたことがある。はい、あ、なるほど、はい、複合動詞に2種類あるということが言われていて、まあ、ここで飲みすぎると通り過ぎるを比べてみるとですね、この、上の方はあの過剰に飲んだという意味ですね、下の方はもちろん共感近くをなんか通るのを頻繁にやりすぎたという意味にもなることはなるんでしょうけど、まあ、普通は単にそこをあの、近くを歩いて向こう側に行ったという意味に解釈されるんですね。で、そうするとこの2つは、まあ、違うということが言われていて、上の方はそのコーヒー用というのは飲むの目的用だと。で、コーヒーを飲むということをやりすぎたということだということですね。で、下の方はまあ
近くを、まあ、過ぎたんでしょうね。近くを、まあ、通ったんでもあるんですけど、過ぎたわけですけど。まあ、何の目的かっていうのが違うんですけど、まあ、それだけではなくて、要するに、このコーヒーを飲むっていうのが一つの説のような、あの、構造をしているということですね。つまり、目的語プラス V1 っていうのが、ある意味で独立している。例えば、そうするテストというのをやってみると、コーヒーを飲むのところを、そうする、という形で置き換えられる。コーヒーを飲んだが、そうしすぎたようだ。そうするってのはコーヒーを飲むんですね。ところが、あの、花子はそこを通ったが、そうしすぎたようだっていうのは、その通り過ぎたっていう意味にはならないですね。あと、例えば V1 はその、飲みすぎるの方は、その受け身同士も可能になったり、あるいはその、する系ですね。勉強するとか、そういうものも可能だったりするんですけども、この通り過ぎるの方は、それが無理ですね。で、そういう違いがあるということが言われていて、まあそういうところから上の方は、その、コーヒーを飲むというものが過ぎるのホブになる。ホブとして、あの、それを取っていると。ですから、ある抽象的な構造においては、二つの説からできている。という分析が、まあ、1970年代ぐらいからそういう分析がよくされてきました。まあ、島谷先生あたりに始まりますけども、それに対して下の方は、あの、純粋な短文であると。で、ここで取り上げるのは、あの、まあ、下の方のもののみということですね。上のものは、まあ、主にアスペクトを表すものとか、あるいは、ま、一部、この過ぎるのような別の概念もありますけど、今読み始めるとか、まあ、そういうものが、あの、等的複合動詞ですけども、これは、あの、今回は扱いません。そうですね。はい。あの、質問が出れば答えますけど、扱いません。それともう一つですね、意味をどう表示するかということです。あ、すみません。それを思い出しました。このプリントではですね、あの、色がついてますよね、このページ。で、あの、色がついているのは実はですね、ちょっと、あの、僕の方の手違いで、あの、まあ、早いですよ、あの、プリントの方の色は無視してください。それで、あの、この画面で色がついたものが出てきたら、それは、あの、プリントとちょっと違いますよという意味です。ですか？で、あの、実はこの色がついてるのは、その、実は前、東京でやった時にですね、あの、ずれてるよというのが、あの、出てきてしまいまして、プリントの色は無視してください。こちらの方は出てきたら、プリントにないことが書かれているということです。と言っておきながらですね、あの、実は私、あの、色弱でして、あの、自分で色をつけていながら、よく色がわからないんですね。で、あの、で、例えば僕、青と紫とは区別つきません。これは何色なんですか？青なんですか？はい。で、あの、時々、あの、あの、時々違う色のものが、あの、スクリーンに出てくる。で、僕はそれ、意図してないんですけど、なんか、あの、色が変な色が出てきたなと思ったら、まあ、ちょっと間違って色が違ってるんだなと思っていただければと思います。はい。あ、それで意味の表示ですね。で、意味をどう書くかっていうのが、課題なんですが、まあ、主に、まあ今の意味論の世界の中では3種類の表示方法がよく使われますね。一つは、まあ語彙概念構造とか呼ばれるものですね。構図とかビカムとか、まあ英語の単語を大文字で書いて、で、まあ一部まあ英語の、まあ文法に、まあ似せたような形で、意味を書くというものですね。それでこの構図とかビカムというのが、まあ、まあ幻想的な要素なんだと思うんですね。まあそういう形で意味を書くというものですね。で、
細かい意味記述をどうするかっていうのは難しいんですね。つまり構図という、構図とは一体何なのか、あと、その言語の意味を表現するのに言語、単語を使っているというところをどう考えるかっていうようなことですね。あと、構図とは何なのか、ビカムとは何なのか。まあ、それがその、僕たちの構図という英語の単語の知識にまあ依存して実際は僕たちはこの心を理解しているんですね。で、それがどういうものを指しているかっていうのも本当はきちんとやらなければならないんですね。で、もう一つは日本語の文章で書くというやつですね。例えば、飼育者が複雑な物体を機能をしなくする。これも日本語を使って日本語の意味を、言語を表そうとしているんで、そういう意味では循環論から出してないんですけども、でもそう表さずを得ないということがあって、こういうふうに意味を書く人がいますね。それからあとはイメージスキーマですね。例えばこの黒の矢印はまあ、変化を表す。で、内側白いものは刺激を表すとか。で、壊れているというのはどういうものかを表すという形にするんですけども。まあ、これも実は、さっきの言語に頼らない意味表示であるっていうのは確かなんですけど、これも結局この矢印が何を表しているかっていうのは別に議論しなくちゃいけないんですね。で、どれもいろんな意味での限界がある。まあ、文章は、まあ、割合とその、どんなことでも言えますけどね。まあ、それで、どれも限界がある。で、実際本の中で使ってるのはこの2番目ですね。日本語の文。まあ、それを、まあ、一部別の記号を使いながら使ってるんですけど、今回のこの講義ではですね、イメージスキーマに少し、依存した表示を多く使っていますが、どうしても書ききれないところってのはあるんですね。どう表していいかわからない。で、そういう時には、文章を使っていますという意味で、あまり一貫性がないんですけども、まあ、現実的な、限界の中で意味を書くということを選択しています。さて、これ。で、コンストラクション形態論ですね。で、コンストラクションについてまず知っておかなくちゃいけないのは、カタカナで書いても、英語で書いても、文字の数が多いということですね。それで、スペースを取りますので、CXN と略します。CXN が出てきたら、コンストラクションだと思ってください。コンストラクションとは何か。というと、1980年代に、チャールズ・フィルモアにより、見直された概念で、一般には意味と形式のペアを指すと言われています。で、文法的な構造も、異型的な形式と意味の、構造を合わせ持っている。そして、それが部分から予測できないような特性を含んでいる。そういうものを、コンストラクションと呼びます。で、例えば、一番よくわかるなという例は、ザモーザモー構文という呼ばれるような構文ですね。P であればあるほど Q である。で、これは、なぜ、ザモアが一番最初につくのか、なぜ、接がなのに接続詞がないのか、いろんな、おかしい点がたくさんあるんですね。で、the higher you go, the cooler it becomes.で、なぜだがつくのかですね。
というように、まあ、あの部分部分が説明できるところもあるんですけれども、まず形式上非常に特異な性質を持っています。そしてその意味も P であればあるほど Q っていう形で非常にこう決まったものであるんですね。で、こういうものがあったときに、まあ、いわばその形式の異型と、意味の異型のペアができているんだと。で、それを構文と、コンストラクションと呼ぼうというふうに、言ってやってきたわけですね。で、よく、コンストラクションの概念として議論されるのは、こういわゆる構文です。まあ、英語や日本語の構文ですね。で、ゴールドバーグという人の構文文法、コンストラクショングラマーというものが、まあ、1990年代、から、盛んに議論されてきています。例えばこれは私域移動構文というのがあるんですけども、主語があって、動詞があって、目的語があって、社格語。社格語ってのは前置句のようなものですね。それを、そういう、形式があったときに、それは何か動作種が、まあ、Y を R 経路に沿って動くことを生じさせる、動かすという意味が、この、形式と結びついていると。で、これに動詞の意味が、加わって文の意味が決まる。まあ、動詞だと名詞ももちろん加わりますけども。で、例えばこの文ですね。Bill sneezed the napkin off the table。くしゃみをしてナプキンがテーブルから飛んで落ちたっていう意味ですね。で、ゴールドバーグたちの議論っていうのは、そのスニーズはくしゃみをするという意味で、くしゃみをして飛ばすという意味ではないんだと。で、どうやって、ナプキンがどうして飛ぶという意味が出るのかというのは、それは構文の中に含まれているんだというですね。つまり、subject D, object of week というものの中に V が入ることによって、その V にはない意味が生じている。で、それはコンストラクションが、意味を持っているからだということですね。で、ここで注意すべきなのは、その動詞のスニーズというのも意味を持ってますし、このコンストラクションも意味を持っているんですね。で、両方とも言語単位として言語のレパートリーの中に登録されているわけです。で、両方の意味があって、それを組み合わせることによって文の意味が成立しているということです。で、この構文文法のみを議論する際には、そのコンストラクションは普通構文と呼ばれるんですね。で、ところが、形態論にも、コンストラクションという概念を、応用しようという考え方が出てくるんですね。で、それが、コンストラクション形態論ですね。ヘルト・ボーイという人が、このコンストラクションの概念を形態論に応用しました。2000年ぐらいからですね。で、それを複雑な語構成をコンストラクションとして捉えると。語の構成要素と語、あるいは語構成全体をレキシコンに登録します。そして部分の組み合わせによって全体を作るのではなく、スキーマによって部分と全体の関係を示すということをやるわけです。で、つまり、部分から全体を作ろうっていうのが、まあ、語形成の規則というのは、まあ、一応そういう形で表しているわけですね。動詞とアブという接頭辞、接尾辞があって、組み合わせることによって、動詞を作ろう。形態素と形態素を語形成規則の入力として使うことによって、語を出力として、出そうというのが、まあ、伝統的な、まあ、ここ、そうですね、40年ぐらいの形態論、語形成に関する、まあ、科学の主流だったかなと思いますね。で、それに対して、スキーマ、語の構想をスキーマで表して、そして意味とのペアリングとして考えようということですね。で、つまり、アブルで終わる、英語の形容詞というのは、他動詞プラスアブルだ。で、X のとこが動詞ですね。で、これは他動詞でない、まあ、一般的には他動詞でなきゃいけないんですけど、それにアブルがついて、
A アジェクティブを作ると。で、その意味は、これですね、この動詞の意味がここに入ってですね、何々、されることができるという意味だと。つまり、drinkable というですね、飲むことができるという意味だということが記述されます。それから、ness もそうですね、kindness なんかの場合、kind などという A を取って全体が、ness がついて A、N になる、名詞になる。で、それは X であるという状態、あるいは事実。less がつけば、X がないという状態を表す。まあ、こういう、スキーマによって、構造を捉えるんですね。で、これは、既存の語に見られる一般化である。それと同時に、新しい語の形成に、も使われるものとして考えます。スキーマは階層的な体系を成しているということが、言われています。一般的なスキーマから語レベルのスキーマまで、いずれもレキシコンに登録されている。一般化と具体例の両方がレキシコンの中に入っているということですね。drinkable っていう語があったときに、その辞書の中にあるのは何なのかですね。drink という動詞と able という形態素があって、drinkable は辞書の中に登録されていないと考えるのか、どうかということですね。で、実際にはワードフォーメーションの理論の中でもそのドリンカブルも登録するんだって考えもあるんですけれども、コンストラクションモーフォロジーの答えはドリンクも登録されてるし、アブルも登録されてるし、ドリンカブルも登録されてるし、V アブルも登録されてる。全部登録されていると考えます。まあ、これ、こういうようなスキーマですよね。まあ、一番上のスキーマは N に、アフィックスがついて A を作る。まあ、これは、まあ、名詞から形容詞を作る、英語の、まあ、派生語に関する一番、まあ、そうですね、一番上のものですね。で、その具体例として、例えば、less がつくとか、full がつくとか、そういうのがいくつもあるわけですね。で、less がつくやつの中にはどういうものがあるか、例えば、careless であると。で、それは、care がない、注意力がないという意味だ。painless と言ったら、痛みがないという意味だと。それぞれ意味と、形式のペアリングがあるけれども、これがすべて、レキシコンの中に登録されていて、それぞれ下のものの一般化を上のものが表しているという形になります。できるだけその言語の記述っていうのが簡潔であるべきだと。私たちの記憶が限られているんだからというような議論が、まあ、おそらく50年代からかなり言語学の中に広くあったと思うんですけども、ここではそういう考えをしません。というか、むしろ僕たちが言語に関して持っている知識、あるいは世界に対して持っている知識というのは非常に豊かなものであるということが前提になっています。そうですね、今回来ていただいた方の中に認知言語学系の方もいれば、フォーマルな背景の方もいるんですけども、認知言語学で言えばですね、その個々の語の用例も、僕たちは頭の中で記憶しているんだというような考えがあるんですね。メンタルレキシコンとか呼ばれますけど、この単語はどんな時に、使われていた記録のようなものを僕たちは頭の中に持っていて、だから頻度に関する知識とかもあるんだっていうようなことを言うんですけど、ですからもう下のレベルまで一般化として捉えられそうなものでもですね、下のものが記憶されているっていう考え方はまあごく自然に行われているんですけども、まあその一方でそのできるだけ簡潔な
文法記述をするという立場からいけば、なぜこんあの一番下のレベルまで記憶していると考えるかというのは課題になるんですね。で、具体例というか、個々の語ですね、を登録する必要性というのは、まあ、いくつかあって、まあ、これはすべてのものに関するものではないんですけど、まあ、クランベリー形態素と呼ばれる、意味が確定できない形態素というものが存在する、ということがよく挙げられます。ストローベリー、クランベリー、ブルーベリーとあって、まあ、ベリーの方は意味がわかると思うんですけど、ストローベリーのストローとは何なのかってことですね。いちごというのは藁なんだろうか。何が、ストローとはどういう意味かよくわからないですね。クランベリーのクランというのもよくわからない。ブルーベリーはおそらくブルーなんだろうと思うんですけど、ブルーですかね。でもハンバーガー、チーズバーガー、テリヤキバーガーって言うと、バーガーには意味があると思うんですけど、ハンバーガーのハムとは一体何だとか、ハンバーガーというのはハムが入ってるものではないですよね。チーズバーガーはまあチーズが入って、まあチーズだけじゃないですよね、入ってるのは。テリヤキバーガーっていうのは、そうですね、まあ、テリヤキの肉が入ってるんでしょうね。まあ、でもこのハムとかストローとかクランとかそういう意味を確定できない形態素がある中で、まあ、形態素ベースの、ものより、ものを、形態素ベースでものを考えるだけじゃなくて、語ベースでものを考えなければいけないんじゃないかということですね。派生をうまく考えられない語がある。例えば、アブルというものを V プラスアブルっていうものを、構成要素からを入力として派生規則が、派生語を作り出すんだという考えをしたときに、困るものが出てくるということですね。アクセプトはアクセプタブルがあるんだけども、アプライはアプリカブルになるんですね。アクセントも一番最初のところに変わりますし、まあ、C が現れるんですね。で、アプリケイツという動詞はないんですね。アメナブルというのはこれ従順なとかコントロールしやすいという意味ですけど、アメンという動詞はないですね。というように全体アブルがついた派生語全体を登録しなければいけない理由っていうのが、まあ、出てくるわけですね。あと実現していないものが名詞にレスがつけば何でも、何がない状態という意味になるかというとならないですね。ペインレス、ジョイレスっていうのはあってもユースレスとかモーンレス、これはまあフルはあるんですね。若さに満ちたとか、これは悲哀に満ちたっていう。フルの方はあるんですね。それがないやつっていうのがないですね。とすると、その名詞プラスレスでこういう意味だという一般的な、一般化はできるんですけれども、それに合った語っていうのもリストしないといけないということになります。とジレンマみたいなものが出てくるんですね。つまり派生の規則一般性だけではなくその語を登録する必要性っていう、すみません、そういう必要があるんですね。すみません、必要性まだ続いてました。で必要全体を登録する必要性っていうものは、まあ、他にも全体として部分から予測できない意味を、語が持つっていうことが言われています。例えば報酬とアリエーター州という二つの語を比べてみると、報酬っていうのはこれ、馬蹄っていうんですかね、馬が履く、靴ですね。いや、馬のその足につける靴ですね。で、アリエーター州っていうのは、これはワニの革で作った靴と、まあ、みんな解釈しますね。で、もちろん、ワニが履く靴という意味にもなりうると思うんですけど、普通はそう解釈しない。で、まあ、英語で名詞が2つ合わさって、複合して複合名詞を作るときの意味がどういう意味になるかっていうのは、まあ、いろんなパターンがあるんですけれども、どの語でどの関係が実現してるかっていうのは結局一つ一つ、
ケースバイケースで違うんですね。だから部門から予測できない意味がある。まあ、だからやっぱり全体というものを考えなきゃいけないんじゃないかということですね。それから全体の意味がさらに拡張する。アフォーダブルっていうのはお金を使うことができるという意味なんですけれども、そこからまあ安いという意味に出てきてますね。で、意味が拡張するということは、元々の単語とその意味が、まあ辞書の中に登録されているから、そこから拡張が起こるわけで、そうすると、全体の意味、形と意味も辞書の中に登録すべきだというようなことになると思うんですね。スキーマというものがある。そしてそれを満たす語がある。両方とも辞書の中に登録する。で、その根拠はですね、スキーマによって一般性を捉える必要がある。レスがつけば、何がないという意味だっていうのは、多くの語に当てはまることですから、一般性を捉えるためにスキーマというものを、作らなければいけない。で、その一方で、それによって生成された語というのは、実現しているものと実現していないものがあるわけですから、しているものをリストしてしなければならない。その一般的なスキーマと、その具体的な語の両方を、リストするという理由は、まあ、そこにあるんですね。スキーマというのはデフォルト的な存在で例外があるということも、考えなければいけない。まあ、動詞プラスアブルっていうのは、その、されることができるという意味であるというのを、一応デフォルトのスキーマとして立てることができるわけですけど、で、そうじゃないものもあるわけですね。だから面白いのは、そうじゃないものも、意味はなんとなく、このアメナブーでも、アメンという動詞があるかのようにですね、意味を理解することができる。つまり、何かこう、されることができるという意味は残しているわけですね。で、そうすると、デフォルト的な、形では、V アブルというものは、エブルトゥビー、の形として残しておくことができる。で、それに合わないものもあるけれども、まあそれがデフォルトであるがゆえに、まあ、間接的にでもこの上のスキーマの下にあるということを考えることができるわけです。実はこの合わないものの場合をどう考えるかというのはちょっといくつか考え方があるんですけど、まあ、今回はここでは点線で結んでおきました。英語の形態論において、形態素が組み合わさって語が作られる。のではなく、語から語が派生するんだっていう考え方が、あるんですね。で、その考え方の例としてよく挙げられてきたのが、イズムとイストのペアなんですね。ソーシャリズム、ソーシャリスト、ファシズム、ファシスト、レイシズム、レイシストという単語があるんですけど、ソーシャリズムっていうのは、ソーシャルにイズムがついたのか、これ社会主義ですね。ソーシャリストは社会主義者ですけど、でもソーシャルに社会主義的なって意味はないですね。ソーシャルは社会的なって意味はありますけど、社会主義的なって意味はないんです。で、ファシズム、ファシストっていうのはあるんですけど、ファシ。何にイズムがついたのかわからないですね。レイシズムはレイスについたんでしょうけれども、まあこれ、何ですか、
人種差別主義ですけど、レイスは人種っていう、あ、人種という意味はありますけど、人種差別という意味はないんですよね。で、そう考えると、その、ソーシャリズムとかソーシャリストってのは、ソーシャルにイズムやイストがついたのではないと。で、まあ、ソーシャリズムからソーシャリストが派生したか、ソーシャリストからソーシャリズムが派生したか、それはわかんないんですけど、どうも、部分から全体を作ったんではなくて、ソーシャリズムとソーシャリストが、まあ、一定の関係にあって存在しているっていうことは言えそうですね。まあ、ソーシャリズムからソーシャリストが派生したと、まあ、考えていましたかね。アロノフという人は確かそう、そっちの方向だと考えていたとは思うんですけど、まあ、言いたいのはその部分から全体を形成したのではないということですね。で、そういう場合に、コンストラクションモーフォロジーではこういう交代スキーマを考えるんですね。つまり、イズムは、ある意味を持っている。で、それに対応して、イストがあって、それは、その、性質を持った人であると。で、こういうスキーマの対応関係があって、この、二つの派生互換の関係を記述、します。これは僕の研究なんですけど、それと同じようなのが、例えば治ると治すのような関係ですね。治ると治すというのは、まあ、自動詞の方が R で語根が終わっていて、他動詞の方は S で語根が終わってるんですね。で、治っていうのは何なのかわからないですよね。で、こういう場合に、まあ、R で終わる。まあ、R の後に母音がある場合もある。それが、ノンコーザティブな意味を持っていて、それに S で終わる単語がコーザティブな意味を持っているものが対応していると。そういう対応関係があるというふうに捉えたらいいんではないかということですね。実は同じ分析を滅ぼ滅ぼす、塞がる、塞ぐに関しても、取っているんですけども、こちらの方はオスがついてますね。オスがついて刺激になって、まあ、アフィクスはここにあるんです。こちらはないんですね。で、フサガールの方は、ここにアルがついていて、こちらはないと。で、それぞれ自動詞と、変化動詞と刺激変化動詞が、それぞれの意味をとペアになって、対応している。まあ、そういう形で、まあ、記述できるのではないかと思うということです。で、ですね。まあ、そういう理論が出てきたんですが、一つ課題はですね、構文文法だけの時には、コンストラクションを構文と呼べたんですけど、語の構造に構文という語を使うわけにいかないんですね。構文形態論というのはどういう意味ですかということになるので、まあ、ここではコンストラクション形態論、ちょっと長くなってスペースを取るんですけども、まあ、そう呼ぶことに、しました。で、実はフィルモアはですね、語学会の何周年かの記念、大会に来た時に、コンストラクションの話をしたんですね。で、その時に、私、フィルモは、日本に、海軍兵士として住んでましたので、日本語を話せるんですけども、で、日本語で、講演はしたんですけども、質問は、わかるかどうかわかんないから通訳してくれと言われて通訳したんですね。で、その時に、コンストラクションをどう訳すかという、話になったんです。まだ、すみません。90年代前半でしたから、まだ古文文法盛んになる前になったんですけど、で、彼はですね、構造と呼んでくれと言ったんです。で、構造文法だと言ったんですね。そして、ところが僕と、その、東大の大堀先生と二人で、いや、それはやめようって言ったんですね。構造文法じゃ、昔構造主義
ていうのがあって、構造主義みたいだと。で、構造は一般的すぎるから、構文にしようって言って、本人の意思に逆らって構文に訳したんですけども、今からしてみると構造の方が良かったかなという気はするんですね。こう、まあ、要するに文だけではありません。で、その頃からフィルモアは語もコンストラクションだと呼んでたんですね。単語というのは一番はっきりとした意味と形式のペアなわけだから、語も、こう、コンストラクションですと呼んでいて、まあ、それは知ってたんですけども、なんとなく構文という語は、あまりにも文法ではぴったりとくるものですから。まあ、そういういろんな事情があって、コンストラクションと呼んでいるということです。あと、ちなみにですね、この理論は、個人的にはですね、まあ、いろんな意味で、この理論に接して、で自分自身はすっきりした部分があるんですね。この理論どこから僕が関心を持ったかというと、10年ぐらい前ですかね、ボーイが言語学会でしたか、言語学会の、講師として呼ばれた時に、影山先生からコメンテーターをせよと言われてですね、やったことがあって、その時に初めて知ったんですけども、まあ、私自身の博士論文っていうのは LFG っていう文法理論についてに基づいてやってるんですね。で、その一方で意味論に関しては認知味論でずっと仕事をしてきたんですね。で、そういう意味ではその僕自身の複合語あるいは複雑述語に関する研究っていうのは、今一つ、理論的に意味論の研究と、まあ、文法形態論の研究が結びついてなかったところがあるんですけど、このコンストラクション形態論っていうのは、まあ後で触れる時間あるかどうか分かりませんけど、ある意味ではLFG そして HPSG という文法理論と非常に共通点が高いあるんですね。で、その一方で、認知言語学とも非常に共通点が多いんですね。だからそういう意味では、この理論を通して今までのいろんな研究をこう結びつけることができるという、まあ、個人的にはそういう側面も、あるんですけれども。はい、ということなんですが、すいません。日本語の話がほとんどに。日本だって英語の話がほとんどになってるんですけども、そこまで質問ありますかね。はい。具体例を登録する必要性の話があったのは、はい、もう、予測可能じゃないやつとかは登録する必要があるっていうのはよくわかるんですけども、はいはい、じゃあ、すごく予測しやすい例えば統合的行動詞とかは、登録するのかしないのか、そこはどう考えますか。はい、まず一般的な答えをすると、要するに純粋に、100% の生産性があるものであれば、登録する必要があるかということですね。で、コンストラクションの考え方において、例えば文を全部登録するかってそんなことしないですね。誰もそういうことはしないです、文は。ですから、100% プロダクティビティがある文法規則があれば、それに基づいて作られたものは登録しないです。語ではどうかっていうことですね。形態論の規則ではどうか。それで、問題はその 100% の生産性があるものっていうのがあるのかってことですね。で、例外的ではないかっていうふうに思うんですね。まあ、そういう意味では、かなりの部分は登録しなければならない理由があるんではないかと思うんです。で、それについて後で複合動詞については触れます。それで、はい。文でも、予測可能性として登録する必要性って一応独立してると思って、
も、I love you とかだったら、頻度が上がるから登録する。なるほど。なるほど。はい。そうですね。それは面白いですね。I love you というのは登録されていておかしくないですね。何でかわかんないですか。そうですね。で、それが、特定の、ご要論的な機能を果たすのであれば、登録する必要があるで、その、だけども、まあ、語は無限に作れるわけですから、それは難しいですね、実は。統合論において、その文を、可能な文の全てが発話されるわけではないですね。で、発話されるものとされないものの頻度があって、頻度の違いがあって、僕たちはそれについての知識を持ってるんですよね。そういう意味では、すみません、さっき文を登録していると考える人はいないと言っちゃいましたけど、そうでもないかもしれないですね、実際のところ。あと、いろいろと、例えば、シェイクスピアだとか、聖書の一節だとか、そういう理由で、記憶されている文っていうのも実際あるんですね。あら、有名な人が言った、自分を褒めたいとか、そういうような、フレーズですよね。で、そういうのは登録されていておかしくないですよね。だから、ただ、その生産性が高いものとして、すべてを登録しなければならないとは思えないんですよね。そういう意味では文法論に関しては、選択肢に関しては、文を全部登録しようとは考えてはいないんじゃないでしょうかね。で、形態論ではどうかですよね。で、形態論で問題はその 100% の生産性があるものというのは、非常に例外的ではないかということですね。で、むしろその複合っていうのは非常に生産性が高いものだと思われてるわけですよね。で、今回、私がここでやりたいのは、実はそうではないな。実は何千分の1しか実現してない。ということを示したいと思うんですね。で、次の問題はその統合的なものはどうかですね。で、統合的なものは、その V1 の方はかなりオープンじゃないかと。で、V2 の方は限られてるんですよね。ですから、V2 は登録しないといけないと思うんです。必ず。で、V1 を登録すべきかどうかですね。それは、しなくてもいいんじゃないですかね。で、そこは統合的だっていうことなんじゃないですかね。つまり、モーフォロジーでは登録するけれども、選択肢では登録しない。で、統合的なものって、要するに、モーフォロジー的な性質と統合的な性質と両方持ってるわけじゃないですか。だからその、後ろを登録しなければいけないけど、前は登録してしなくていいってのはそういう意味なんじゃないですかね。前の部分というのは独立した説なんだから文法の一部だと。そういうことじゃないかと思うんです。で、後ろは登録しなくちゃいけない理由っていうのは、すべての、統合的複合動詞の V2 になるものっていうのは、その、始めるとか、終えるとか、まあ、終わる、続ける、過ぎるといった動詞で、一部の学者がレイジング動詞とか、あるいはコントロール動詞と呼ぶものの、一部なんですけど、重要なのは一部だっていうことですね。すべての動詞、コントロール動詞が V2 に使えるわけじゃないんです。例えば、やめるっていうのは、言えないですよ。読みやめたとか。コントロール動詞なのに。ということは、その V2 になるものっていうのはリストしなくちゃいけない。で、しかも、かけるとかですね。特別の意味でしか使わないものもあるんですね。歩きかけた。で、つまり、複合動詞でしか、コントロール動詞として使わない。かけるはレイジングかな。レイジング動詞としか使えないものもあるので、
やっぱり V2 は全部登録しなくちゃいけないと思うんですね。だから統合的なものにしてみるとそういうことになるんじゃないかなと思いますけどね。なんかその例えば V1 出すとかだったら Google 出すとかは言えば言えると思うんですけど、それは登録する必要ないと思います。出すはですね限られてるんですよね、かなり V1 になるものが。だからそこもちょっとよくわからないです。始めるとかないですか。まあ始めるの方はかなり先生は登録する必要ないと思うんですけど、食べ始めるとかは頻度高いという直感が働くと思うんです。なるほど、はい。それはそうすると I love you と似たような問題なのかもしれません。ただしですね、一言言っておくと、この統合的複合動詞についてはこの前出した本ではほとんど触れてないんですね。でほとんど触れてないのは理由があって、陳先生と僕の意見が違うからなんです。で陳先生は統合的複合動詞と合理的複合動詞は純粋に生産性の違いだけなと言うんですね。で僕は構造的な違いがあると考えるので、あんまり、はい、考えてないです。で今のを聞いてると、そうですね、難しいですね。書かなくてよかったかなと。他に何か。はい、例えばハンバーガーの場合に、はい、私の記憶が正しいけど、ハンバーガーっていうのはバーガーと分かれないで、はい、ドイツの地名から語源的には発生すると思うんですけども、はいはいはい、でもこのコンストラクション形態数だと教授的に見てもバーガーとして形態数を取り上げて、さっきのエイブルのように英語がないけれどもっていう形で、扱うことになるんでしょうか。はい、その言語話者の持っている語彙の体系の中でそう分析した方が良ければそうします。例えばハンバーガーがハンブルグから来てるということを、果たして僕たちのこう頭の中にある語形成の規則の中にそれがあるのかどうか、なくても使いますよね。ハンバーガーって言葉を使うと思いますし、ある人もない人も同じように使うと思うので、そういう意味では体系の中で他のものがあって、ハンバーガーが人の一つとしてあるんであれば、バーガーに意味があると考えていいんじゃないですかね。で、ハムは不明、意味不明ですね。で、ハンバーガー全体で何らかの意味を持っていると思います。と思いますけど、はい。はい。この形態論の中で、派生と複合はどう一緒に考えても構わないっていう理解でいいでしょうか。なるほど、それはあまり区別 してなかったですけど、派生と複合はですね、派生っていうのは必ずここはこう埋まってるんですね。こういうふうに埋まるんですよ。で派生っていうのはその接字っていうのは接頭辞か接尾辞か接中辞か場所が決まってますから、必ずここにこう書かなきゃいけないんですね。で複合っていうのはここが開くんですね。高いレベルでは開いてるんです。埋まる場合もあるんですけど、埋まる場合後でやりますけど、例えばコムなんかですね、呼び込むのコムなんかはまあ、複合と言えるかどうかって問題もあるんですけど、まあ、節に近いような性質を持ってますから、埋まりますし、実は他の取るとかそういうものも実は埋める形があるんだってことは後でやるんですけども、でも、上の抽象的なレベルではここは空いてますよね。例えば V と V で空いてるっていうところが上の抽象的なレベルではあるんですけど、アフィックスの場合には場所がセット、レスというのはこう場所がこう必ず設定されて、こういう形で現れてくる。そこが派生と複合の違いですね。つまりそれ要するに接字と語がどう違うかっていう語形性の要素としての接字は場所が決まっていて、
特定の恩恵がある形でコンストラクションに入っているという形になりますけど、スキーマについてなんですけど、はい、スキーマの定義って一般的な定義だと、はい、複数の事例に共通する特徴を抽出したものだと思うんですけど、はい、そうするとその26枚目でそのスキーマを使ったらその例外を許すことになってもいいっていう主張がされてると思うんですけど、はい、それっていいですか？はい、そこなんですね。デフォルトのスキーマとして、存在して、でも必ずしもその下にあるものすべてにそれがその性質が反映されなくてもいい、携帯論をやっていくとそういうケースが多いもんですから、まあコンストラクションモーフォロジーの人はそういうふうに考えますね。でも語の意味でも意味論もそういうふうに考えた方がいい場合が多いんですけど、でも、ね、実際にやっていくと一番上のスキーマってのは立てられないケース多いですからね。そのちょっとまた文脈は違うと思うんですけど、ラネカーとかはその意味を記述するとき、特に品種を記述するときにすごく抽象度の高いスキーマを意味的なスキーマを設定すれば品種も意味的に記述できるみたいな、そういうことを主張していると思うんですけど、そういった形で抽象度に上限を定めなければ別に厳密なその継承関係っていうものを保ったまま記述ができるんじゃないでしょうかって思ったんですけど。はい、そこはうん、難しい問題で、全部に共通するものを立てることができればそれは一番いいわけですけど、現実問題としてその例外っていうのは出てくるんですね。で、要するにプロトタイプをどう考えるかっていうことですね。つまり多くの例、定型的な例に当てはまるけれども、それが当てはまらないケースがあるっていう事実を認める、それでその全部に当てはまらなければ上のスキーマとして立てないと決めると重要なものが失われてしまう、つまり典型的なものの性質を捉えられなくなるというのでは困ると思うんですね。だから典型的なものっていうのは、典型的な一般的特性っていうのは上のスキーマで記述しておいて、 でもそれとそれに合わない、ものがあるっていうことを認めないと、記述うまくいけないケースっていうのは多いんじゃないかなと思いますけど、まあだからある意味でそういうこと、非典型的なものもがあっても典型的なものを上のスキーマとして立てましょうというそういう意味です。27枚目にその記述例を出していただいていると思うんですけど、この場合その V トランジティブ R、 いや、トランジティブ I アブルっていう形は一応継承されてますよね。一応これには継承されても、これは継承されてないです。それはインスタンシエーションの関係だから、I アブルが、ちょっとこの図に関しては、はい、その上の2つのレベルと一番下のレベルがちょっと違うような気がして、はいはい、その上はタイプ間の継承関係 でその下のエイブルトリードっていう実際リーダブルって書いてあるようなところは、はい、そこのスキーマから実際に抽出されたインスタンスシェイトされたもので、はいはいはい、ちょっと違うんじゃないか。もうインスタンスじゃないですかね。これがちょっとなんかだと思いますよ、ね、インスタンスの関係だと。でこれはこれはクランベリーモーフィン TR というんですね、これ、はい、ここに雨に意味がないけども
あるかのように記述できるということですね。まあ、セパレート、これもセパロの、まあ、セパレートと、まあ、関連付けて考えることができる。そこを、まあ、純粋にここが存在してない語を、他動詞を想定しているので、まあ、こう考えてる。じゃあ、これ、点線で書いたのは僕で、ボーイは、これ、線で書くんです。なるほど。で、ただ、そこは議論があって、要するに、濃度の上の性質のものは下の全てのものに継承されると考える人と、いや、そうではなくていいんだと。それは、プロトタイプ的にはそうなるけど、そうじゃなくていいんだと。むしろ下が違う性質を持っていたら、それを打ち消すこともできるんだっていう、二つの、考え方があって、ここでは、どっちとはっきり決めないで点線で書いたというのが、でも実際のところ、例外を認めても上で隙間立てないと、ほとんど意味がなくなってしまうことが多いです。そう、でもなんか極論を言えば、その、V アブルみたいな、そういう何かよくわからない、その、スキーマとか考えて、それを、そこからのその継承として、まあ、V トランジティブアブルっていうのがあって、はい、で、そこから、その、とにかくまあそれでいいとして仮にそれでいいとして、まあ、その実際にその部位が存在する場合と存在しない場合でって記述したいっていう主張だったら全然僕は納得はできるんですけど、なんかちょっとスキーマの使い方に関してちょっと抵抗がありますね。はい、そうですね。そこはいろんな意見があると思います。何かなどは全部に共通したものを抽出するように書いてますけどね、はい、だけど実際にそれでうまくいくかっていうとちょっとよくわかんないですけどね。うん、すみません、あともう一つ質問ですけど、はいはい、ちょっとこれに関係してるかなと思うんですけど、コンストラクション形態論っていうの最終的な目標は何なんですか、はい、そのというのはつまり人の自然言語のそのいろんなその形態論的なそのいろんな現象があって、それをスキーマを使ってきれいに記述したいっていうことが目的なのか、それともその人間のその語彙知識っていうものをスキーマを使ってできるだけ近似するようにモデル化しようっていう、どっちなんですか。今2つは違う、つまり一つは記述のモデルとして単純にもう人間のその心的な実在性というか、その心的な実在性っていうのはとりあえずもう置いておいて、とにかくこういう道具立てで語の意味、まあ、語の形態論っていうものを記述しようっていう立場で、もう一つは人間のその記憶のシステムに近いように実際言語的に、まあ、形態論的にどういった共通性が見られようと、そういったところは、まあ、最悪無視してでも記憶のそのシステムに合うように記述しようとするのかっていう違いなんですけど。それが一致するようにしないといけないんじゃないですかね。最終的にはネイティブスピーカーが持っている記憶と一致してなければいけないと思いますけど、後者だと思いますけど。でもそれを無視してさっきの前者の記述のみっていうのは本当に成り立ちますかね。成り立たないような気がするんですけど、ね。まあ、その仮にその道具としても完全に道具として、まあ、見なすのであれば、まあ、そういう立場も一つあるんじゃないのかなっていうような気がして、あ、はい、それこそはい、ちょっとそこまで詳しく、はい、まあ、例えばその心理的実在性に関する心理的テストのようなものはあまり行われてないですね。そういう意味では、うん、まあ、そういう意味では本来後者のを目指すべきだけども、そこまで研究がいってないっていうのが現状なのかもしれません。なるほど、よろしいでしょうかね。すいません、はい、いえいえ、それで、あ、はい、じゃあ、ちょっとサマスの質問で、はい、全く素人なんだろう、その今までなんかスライドとかの例とかも、まあ、和語の動詞とか使ってたんですけど、はい、
顔ってのはあまり面白くないんですかね。顔の色なんか性とか、真似もかなりで。すみません、複合に関してですか。そうですね、はい。まあ、単に僕の研究 の限界として和語しか取り上げてこなかったので、漢語のが出てこないというだけです。もちろん漢語も日本語の語彙ですから、はい、ケタロンの問題として重要な問題がありますし、外来語も。でも単に、複合っていうのは和語しか複合しません、動詞に関しては和語しか複合しませんので、それしか使わなかったというだけです。いわゆる物理的な規則性みたいなものは漢語は比較的少ないですか。どうでしょうね。まあ漢語は切字が漢語語漢には切字をそのままつけられないので、まあそういう違いが出てくるかもしれませんけどね。ですからまあ複合はでもありますから、研究対象、そうですね、はい、そういうことになると思います。あ、その切字がつかないというのはその動詞まあ、つかないわけじゃないですね。何人性の性っていうのを切除と考えれば。でも動詞に関しては、まあ、考えにくいですね。そういうところはあると思いますけどね。よろしいでしょうか。はい。はい。24ページは、先ほどからもずっと議論されておりますが、はい、ニュースですとかがまあないと、はい、実現しないと。ということは結局その我々の頭の中に何とかですというのがリストで全部入ってて、全部チェックした結果そのリストにユースレスがなかったからこれはダメだというふうに我々は判断している。はい、個々 の和社の中で そうだと思います。で、もっと言えば、不幸同士3000全部リストすべきだと僕は思ってますので、そして500万じゃなくて数千しかないんだからリストしてあるのおかしくないと思ってます。それでこれに関して言えばその通りです。ただしまあ、さっきの僕たちがその実際に聞いたことのある語の使用を記憶しているっていうことと関わるんですけど、結局聞いたことがあれば OK になるんですよね。あ、そういえばこういう言い方してたとか。ですからそのリストというのは聞いたことがあるかどうかで変わってくると思いますし、中にはそうだな、おばあちゃんがこう言ってたなとか、そういうようなレベルで記憶されているものもあると思いますね。すると、まあ、実際はそのもう全部リスト化して覚えてれば済む話なの でそこからスキーマ化だとか一般化だとかっていうのはやっても、はいはい、まあ役に立たないというか、はい、だから逆に今度はじゃあ全部こうリストするならなぜスキームが必要か、必要かってことですよね。いや、でもやっぱりそれは必要だと思うんですね。というのは一般性があるわけですから、その一般性も記憶してるでしょうし、生産性っていうものが、つまり新しい子が作れるっていうことにがあるわけですから、スキーマも存在してるんだと思うんです。ですから既存の語だけのことを考えたら全部記憶している、まあさっきの話なんですけど、言語的分析としては一般化ができればしようっていうのが、まあ、言語学者の本当です。言語学者の側からするとそれはしたいんですよ。そうですね、はい、してるんですけども、はいはい、じゃあ普通の人は別にそれ、はい、なんかそういう心理学的な実在性っていうのを証拠として挙げられるのは、新しい機構を作れるということであればということになると思いますけどね。はい、iPhone っていう動詞ができればiPhone の棒とかできるわけですから、そういうことになるんですね。iPhone 持ってない人、iPhone です。言えなくはないんですかね。ということを聞けば、ああ、iPhone ですっていうことになるのかなと、逆に思うようになるということだと思いますけど。はい、非常に活発な、
議論でありがとうございます。ちょっと昼食も取らなきゃいけないということですと思いますので、ちょうど12時ですので、1時間よろしいですかね。はい、そういう形で午後始めたいと思います。ありがとうございます。